皆様こんにちは。矢作建設工業株式会社社長の高柳光弘です。私は土木の技術者として入社し、その後情報システムや広報、営業、人事などさまざまな部署を経験してきました。そして仕事においてはいつも工学的なアプローチを心がけてきました。それは大学で学んだ土木工学が英語でシビルエンジニアリング、つまり市民工学と呼ばれているように、科学的な真理の追求だけでなく、自然科学をベースに人文社会学の知見も取り入れて、人間社会によって望ましい環境を構築することが目的である。ということを踏まえて、時間や人員、予算などの資源とリスクを合理的にマネジメントすることが、建設会社という営利組織にあっても最も大切なことであると考えていてからです。しかし考えていることと現実の間には大きく、またさまざまなギャップがあります。それを埋めるために孔子の論語ですとかドラッカーのマネジメント、こういったものを参考に試行錯誤を長年続けてきました。そのような中で昨年2月に岸田さんのセミナーに参加し、ゴールドラット博士の深い人間理解の上に成り立っているマネジメント理論に触れ、これこそが私が経験してきたさまざまな葛藤を実践的に解決してくれる理論だというふうに感じました。現在、まずは建設会社にとって最も貴重なリソースである技術者が生き生きと働ける環境づくりを目指して、TOC 理論の導入と実践を進めているところです。これからも TOC 理論を学び、その適用領域を広げていきたいというふうに考えておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。